ルール川、ルール川、ルーアは、ドイツのノルトベストファーレン州を流れる、ライン川右岸の支流で、全長2 1 7トル、流域面積は4 4 8 5トル。ヨーロッパ最大の工業地域である、ルール地方の名前の由来ともなった。ルール川下流の平均流量は、ミュールハイムの流量計で7 9ル、S で、流量では、 ライン川支流中5番目に大きな川である。ルール川は、ザウアーラント高地、ロタル山地、ルールコップ富山、標高696メートルの北斜面に水源を持つ。高度約674メートルの地点で、ビンターベルクエルケリンクハイムの北西約1.5キロメートル、ビンターベルクの北東3キロメートル、ノルトヘイレの南東4キロメートルの場所である。 ルール川の水源はラインベーザー分水海に位置している。ルール川が西へ向かって流れ最終的にライン川へと流れ込むのに対してルールコプフ山の南東斜面に湧いたセセラギはルケ川に流れ込む。この川はエーダー川、フルダ川を経てベーザー川に合流する。ルール川はその水源から基本的に東から西に向かって流れている。流れは ラインシーファー山地に挟まれている。最初、流れは B480 に沿って北に流れる。アルンスベルガー・バルト自然公園のブルーフハウザー、主体面の西側を過ぎ、オルスベルク付近で西に進路を変える。この街の背後は自然公園の高い山がそびえており、川が北へ流れるのを遮っている。メシェデを過ぎたあたりからルール川は A46 に沿って、 アルンソベルクを過ぎるまで西に流れる。西側のハールシュトラング丘陵のため北西に進路を取り、微型でで、再び西に向かう。この後3 0トルほど、ハーゲンとドルトムントの間で最も大きな支流である、レネ川と合流する。これにより水流量は3 0ル、s から5 5ル、s と倍近くになる。ベッター付近では、アーデー山地の影響で蛇行する。 ハールシュトラング丘陵も、アーデー山地も、小さな丘陵地であり、緩やかに北側のベストフェイリシェーブフとエックだって行く。ルール川は、ルール地方の南部を西に向かって流れて行く。ルール川は159の橋をくぐり、217km を流れ、標高 17m のデュールーでライン川と合流する。ルール川の支流の主なものは、ヒル川、ネーガー川、 ギールスコップバッハ川、エルペ川、ファルメ川、ニーエルバッハ川、ヘンネ川、ゲップケ川、ベンネ川、バンネ川、ベール川、メーネ川、ヘンネ川、バールバッハ川、エルゼバッハ川、デネ川、フォルメ川、エルバッハ川、ダイルバッハ川などである。ルール川は以下の町を流れている。ビンターベルク、オルスベルク、ベストビーヒ、メシデ、アルンスベルク、エンゼ、 日経でフレンデンベルクメンデンホルツ美系でイーザーローム、シュベルテ、テドルトムント、ハーゲンヘルデッテベッタービッテンボーフムハッティンゲンエッセンミュールハイムアンデアルールオーバーハウゼンデュースブルク。ルール川はザウアーラント山地で小川となる。以前からすでに蛇行の多い川である。高水時の水量は低水時の5 0倍であり、これは？ ラインシーファー産地の状況を反映している。滑水器には、ほんのわずかな水しか得られないことがある。主に飲料水を確保するため、あるいは水量調整のために、ザウアーラントに、いくつかのダムが築かれている。ドルトムントとエッセンの間の5つの人造庫は、もっぱら水量調整のためのものである。ルール側の直接な流域には、その水を、飲料水や、 工業用水として利用している人が220万人暮らしている。水は川床の砂利や砂でろ過され、水資源利用プラントで浄化され20の水供給会社ら供給されている。水資源利用のための十分な水量を確保するために8つの水再利用プラントを通して、水はダムに戻される。これらを合わせて年間51億メートルの飲料水が生産されている。 これらの水は、ルール側の流域からパイプラインで、例えばエムシャー川流域のような、隣接する地域にも運ばれ利用され、ルール側は合わせて、約520万人に水を供給している計算になる。ルールフェアバントという推理協会が設けられている。先述したような地形の都合でルール側の収水域は、その南側に偏在しており、エムシャー川流域との分水会は、 ルール渓谷のわずかに北側に位置している。ルール側の支流も含めた流域面積は、ノルトライン・ウェストファーレン州のほぼ全域、4 4 8 5 k 平方メートル中4 4 8 1 k ルとヘッセン州にわずかにかかる。ルール側の川口から、ミュールハイム、アンデアルールのやや上流までは、連邦水路のルール高校運河となっている。それよりも、上流へは、 エッセンデリンクハウゼンまで地方水路なっており、深さ1.7メートル、全長38メートル、幅5.2メートルまでの船であれば航行できる。この水路の意味は18世紀までは石炭を運ぶことにあった。ルール側の自然な状態で航行できるのは、ルールオルトの川口からミュールハイム、アンデアルールまでであった。14世紀にデュースブルク、 ルールオルトとミュールハイムの水運が始まった。ミュールハイム地区の炭鉱だけが、この安価な輸送路によって利を得た。周辺の小さな炭鉱を結び、ミュールハイムにはルール地方で初めての石炭貯蔵庫が作られた。1750年頃にはルール側はライン地方への石炭の輸送路として重要な役割を担った。石炭採掘の発展により、その石炭を ゾーリンゲンやクローネンベルクといった消費地に運ぶ輸送路が必要となっていた。1770年、フリードリヒ2世地世のプロイセン王国は船の航行を可能にするための川の改修を検討し、1774年から1780年にかけてその工事を行った。関や土手、あるいは今日ではサイクリングロードとなっている原因路はこの時代に作られた。 1780年から1801年の間には、フレンデンベルクランクシェーデまで航行することが可能となった。小さなランクシェーデ港には、周辺地域の穀物や、ウんなにヒスボルンの塩が運ばた。19世紀以降、交通手段は鉄道に移行し、ミュールハイム、アンデアルールより上流では、ルール側を利用した商品輸送は行われなくなった。しかし、 それでも川口近くのデュールーにはヨーロッパ最大の内向がある。ルール側はその上流から発電にも用いられている。ルール側には数多くの中には個人所有のものもあるが水力発電所があり、その多くは流路式水力発電である。例えば、ビーメリンクハウゼン、オルスベルク、ヌトラー、アルフェルト、フェルメーデ、エーファースベルク、ハインリッヒスタール、 ビルトハウゼン、アルンスベルク、ベストホフェン、ベッター、ビッテンといった発電所がある。ヘルゲッケには大規模な溶水式水力発電所がある。さらには石炭を用いた火力発電所の冷却水としてもルール側の水は利用されている。ルール警告、とりわけルール地方の人にとってはレクリエーションの場としても重要な役割を担っている。ルール側の堤防はむね、 企業や建物に邪魔されない草地となっている。堤防に沿って、多くのサイクリングロードや遊歩道が整備されている。ルール側の一部では船を使った旅行も可能である。ルール側の人造湖は、ヘンクシュタイ税湖、ハルコールト税湖、ケムナダー湖、バルデナイ税湖、ケットビガー湖があり、ミュールハイム、アンデアルールに、ルール遊覧船、バイセンフロッテの起点となる、バッシャーアンホフ、 水の駅がある。人造湖は、特に夏には、ルール地方のインラインスケートのゴール地点となっている。ルール側に沿って、全長240キロメートルのルール平平辺ベグと、名付けられた、トレッキングコースが、ザウアーラント登山愛好会によって整備されており、水源から川口まで歩くことができる。ルール側は、早くから、すでに近郊のレクリエーション地となっており、 その流域の高台は裕福な人々の住宅地であった。アルフレート・クルップが1873年にエッセンの南、ルール川沿いの高台に建てたビラヒューゲル。写真はその典型的な例である。ルール地方はルール川からその名が付けられた。この地域の工業もここから始まっている。ルール川は航行可能な交通路であると同時に、 ルール地方の石炭層の南限でもあった。石炭層はルール側付近では表層近くに現れるが北部では地中深くに入り込んでいる。このため工業は最初ルール側近くで起こり開発された工業地帯にその名を冠することとなった。ルール川はその北側に開発されたルール工業地域の南限になっている。ルール地方の大規模な工業化が始まったのは 19世紀半ばのことで工業は北部のエムシャー地方に移行していった。この頃すでにルール川は大変に汚れた川であったが、エムシャー川が汚水の多くの部分を運ぶようになり、ルール川の負荷は軽減した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。